はい、皆さんこんにちは、タナショウです。ということで本日はですね、皆さんアートってお好きですか？タナショウはね、比較的アートとか、まあそういう美術系って好きなんですけど、あるね、一個のアイテムを使うだけでめちゃめちゃ面白いアートが作れるらしいんで、本日はね、それをね、作りたいと思います。そのアイテムが電動ドリルなんですよ。電動ドリルをどうやって芸術につなげるんだって話なんですけど、まずね、まずこのキャンバスを用意してもらいますと。で、このキャンバスの裏のところのこの中心に電動ドリルを装着するわけですよ。要するにそうするとこのキャンバスがもうこうやって回転するってことよ。で、この表の方にいろんな色のね、絵の具をこう垂らすわけですよ。で、電動ドリルを思いっきり回転させると、その遠心力でね、絵の具がね、こう外側にこう飛び散って、まあなんとも面白いアートができるらしいんですよ。ってことで本日はね、それをね、作っていきたいと思います。で、ってことでもうね、装着してあるんですよ。はいはい、中心が穴開いたんだよね、これ。裏はもうこんな感じでね、ガムテープで装着してあって、あとはもうこれスイッチ入れてもう回転させるだけ。その前に絵の具垂らして、その前に絵の具垂らさなかったらキャンバスがただ回転するだけ。ってことでね、今からお風呂場に移動し、どうした？ってことで今からね、お風呂場に移動して、早速ね、電動ドリルアートをやっていきたいと思います。はい、ってことで、お風呂場にね、到着したんで、早速ね、ここに今からたくさんのね、絵の具を垂らしていきたいと思います。まず黄色、結構いっぱいあるな。はい、続いてね、水色ですね。はい、こんな感じで、よし、スプラトゥーン感がすごいかな、これ。はい、続いてね、ピンクもいきますね。だからスプラトゥーンなのよ。そして緑もね、ちょっとこうやって足しておきましょう。ラストオレンジもいっておきます。少しオレンジも、ほら、もうこれだけですごい綺麗なんだけど。早速やっていきます。ということで、いきます。めちゃめちゃ飛び散ったんだけど、これね、これなんかすごいんだけど、これほら、うわー、ちょっと待って、すごいよ。今タナショウちょっと見たんですけど、すごい。はい、ということで無事電動ドリルアート完成しました。ってことでね、お見せしたいと思います。完成した、電動ドリルアートがこちらです。じゃじゃーん、こんな感じなんですけど、すごない？やっぱりね、電動ドリルで回転させてるから、やっぱりこの遠心力で、やっぱり外にね、こうやって飛び散るんで、ちょっと放射状になってるんですけど、今回ね、結構たくさんの色を入れたんで、まぁ、ちょっとね、ところどころ混ざって黒くなってるところがあるんですけど、めちゃめちゃカラフル。まぁ、色のね、種類が多かったのもあるんですけど、多分ね、2色とか3色でやってもかなり綺麗なのができると思いますね。はい、ってことで、皆さんもね、もし機会があったらね、この電動ドリルアートをぜひやってみてください。ってことで、この動画がね、面白い、すごいと思ったら高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ってことで皆さんも、やってみてね。いや、マジですごいわ。